め三遊間サードが取りました。中村翔吾です。そしてバッターボックスには郡司です。郡司は初球攻撃、ショートの正面ともすぎ一塁へ、ここも積極的に行きましたが高く上がっています。マウンド付近誰だ、ファーストかサードか、最後はサードの中村翔吾が取りました。スリーアウトになりました。2つ来ましたけども打ち上げました、高く上がりました。右中間への打球です。センターの高部が取りました。ショートへのゴロ、ゲッツーコースだ。 6-4-3 のダブルプレー。ここは小島空振り三振、最後は150キロストレートでした。弱い当たりのショートゴロだ。ショートは二塁へ送ります。二塁間に合いました。ピッチャー返し、小島が反応しました。一塁へ優しくトスしてスリーアウトです。変化球、三遊間深いところ、三塁へ投げた。なんと三塁フォースアウト、ショートの友杉、そしてサードの中村翔吾よく取って投げましたし、二遊間のゴロ、セカンドゴロだ。2点を追いかける攻撃データになっています。ここは曲がる変化球で空振りの三振です。これです。そしてバッターボックスには7番が入っています。初球攻撃、センターへのいい当たりですが、センター詰まった当たり、サード正面のゴロ。そうですけどね、そこで一発が出たりするとやっぱりダメージでかいですから。これもサード正面押し込みました。ファースト後方、セカンドが追いかける。セカンドの小川が取っています。スリーアウトです。バットが出ました。空振りの三振です。低めの変化球、好調の清宮も三振。これでワンアウト。万波ではありません。反対方向、サードゴロだ。やばいですね、今のも。反対方向、レフトの正面、空振り三振。まあでも立て気味にね、郡司選手を三振取ってもらう。アズタバッティング、ショートゴロ、二塁アウト、一塁はセーフになりました。松本剛がなんとか残ります。弱いゴロだ、ショート競争になる、一塁アウト。際どいタイミングでしたがアウトのジャッジ。